保健室から愛を込めて。先生、大変です。カジ君、保健室では静かにしなさい。先生、イビール錠買ってるんだよ。カリウドだ。そうです。今度ギルドカード、あ、じゃなくて、クラスメートが具合悪そうだったんで連れてきたんです。はい、あ、そっか。あ、イビール、あ、どうしたんだい。悩み、あ、何、一回止めてください。じゃあスリープ。じゃあ、紹介します。はい。クラスメートはアズアズさんです。アズアズさん、私は今年成人を迎えました女子大学生です。ほう。学生生活も趣味も充実しまくっていて、うん、特に悩みもないかと思っていた自分に悩みができました。何ですか？それは成長期でもないのに異常にお腹が空くことです。ご飯を食べて30分くらいするともうお腹が空いてきて、うん、授業中にはお腹が鳴りそうになるのを抑えようとすることに意識が向いてしまい、うん、全く集中できないこともあります。何か食べ物を買えばいいとは思うのですが、うん、G アディクトの CD やライブのことも考えて、うん、余計な買い物はしたくないのです、うん、どうしたらお腹が鳴りそうになるのを止めることができますか？先生、教えてください。え、そんな早くなるの？うん、飯を食べ終わって、俺今なったけどさ、うん、まさかの先生がなる、うん、そうですね、はい、ご飯食べ終わって30分、30分くらいする、うん、そういう時ある。ある？ある。だって俺ついさっきさ、うん、ポテトとクリームソーダを、はい、さっき言ってましたね、うん、待ってる間食べたんだけど、ちょっと贅沢な感じのやつでしょ。もう俺にとっては最強タッグだね、うん、それを食べたけどもうお腹空いてるもん。本当に？あ、どう、本当に俺、がっつり食べた時ってどう？がっつり食べた30分、がっつり食べたら平気かな。ちょっと、じゃあちょっとつまんで、ちょこちょこつまんじゃった状態で30分経ったらお腹減るってのは分かるんだけど、ちょこちょこ食べてんじゃない？あ、かもしんないね。でもほら、俺らも仕事中さ、うん、世の中に存在する仕事の中でも、うん、3本の指に入るぐらい仕事中にお腹鳴らせない仕事じゃん。うん、そうですね、確かにね。どうしてる？俺ね、なんかさ、こうお腹が鳴る瞬間ってなんか分からない？ちょっとなんか5秒前くらいになるとさ、なんかお腹がクーってなってくるの。いや、俺もうちょっと早く分かるでしょ。ああ、これ鳴るな、そうそうそう、どうしようどうしよう、大丈夫だのパターンと、ーやばいやばいっつって、うん、お腹をギューってつねる、つねると止まる、痛みでことがある。あ、そうなんだ。もうなんか、なんだろう、内臓の方までグッてやる。腹筋に力入れてクッてやる。あ、俺ね、だって鳴らせないんだもん。まあ、そうだよね、確かに、うん、俺もなんだ、俺はね、なんかこう伝わりづらいかもしれないけど、こうクってお腹を曲げる、くの字にするっていうか、体を、うんうん、そうするとひねるみたいな感じ、こうちょっと胃も動くじゃん。まあね、でそのことによって、動いたことによって若干こうお腹が鳴るのが止まったりする。でも逆に動かしたことによって鳴っちゃいそうな気もする。ああ、それ確かにあるけどね。まあ、鳴りそうな時に足組むと、うん、ダメだね。ああ、わかるわかる。あと、なんだろうね、でもなんかこうお腹減ってても鳴りやすい時と鳴りにくい時もあるし。それはあるね。まあ、食ったら食ったでさ、今度消化音、ね、消化音とかで鳴る時もあるからさ。でも消化音の音って、すいた時の音に比べたら小さいっていうか、なんか、うん、そうそうそう、なんかずっと鳴ってるけど、うん、なんか弱めの音じゃん。そうだね、すいた時の音ってもう、うん、盛大だからね、本当に。どうしたのって思うぐらいにさ、うん、そう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 。まあね、食べたくても食べられない環境とかあるじゃないか、うん、これどうすんだっていうね。どうすんだろうね。こんにゃくゼリーだな。あー、なるほど、うん、カロリーもないしさ。あー、なるほどね。そう、こんにゃく、そうだね。なんかでも物入れるのが一番いいよね。うん、うん、なんだろうな、俺何食ってんだろう、お腹空いた時。なんかよくスタジオにあるやつ食ってる。なんだっけ、置いてあるじゃん、お菓子とか。まあ、せんべいとかね。そう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 。でもほら、これそうだ、授業中だよ。授業中か。でも鳴ってもいいんじゃない、別に。俺もそう思うけどな。いや、なんかそういう、そういうチャートなんかもう。だって別にね、なんか回ってないでしょ。うん、全然いいんじゃないの。V とか。まあ、大学だもんね。もうそう、うん、諦めてさ。大学の授業するとこってさ、大体、うん、結構ほら、教室でかかったりするからさ、うん、大丈夫じゃないかな。逆に響き渡っちゃうのかな。でもね、俺そこまで静かな大学の授業ってないと思う。あ、そう。結構先生も大きいとこだと、なんかみんなガサガサしてるしね、喋、うん、ったりするし。気にしない気にしない、うん、大丈夫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 、はい、生きていける。解決したのかこれ。先生、じゃあ、はい、大丈夫ですか、解決で。大丈夫なんですかね、はい、よし、これでスッキリ解決だ。先生はイビル賞を借ります、これから。じゃあ買ってください、はい、この保健室では悩みに生徒たちを待っているぞ。えっと
あの猫の弱いの声が来たら初めてのイビル乗船だったのに、すっごいちっちゃい金管サイズのちっちゃいやつが来てすごく弱くてびっくりしたカジがお送りしました。アズアズさんの悩みが本当に解決しますように。そんなちっちゃいの？ちっちゃかった。なんか幻滅したイビル乗さん。うん。